こんにちは。Amazon 室サポーター、堀裕です。Amazon 室のメリット。伸びている国の市場の成長の恩恵を簡単に受けられるのが一番のメリット。成長の止まった日本 Amazon、アメリカ Amazon から商品の送り先を変えるだけで成長の恩恵を受けられます。オーストラリア Amazon の2026年、売上予測が100億ドルです。2020年は11億2000万ドル。2019年は5億6210万ドルと、すごい勢いで伸びてます。一方、アメリカアマゾン、1万人の削減を検討と、今週にも人員削減をします。成長の止まった市場から、成長著しい国へ、ただ単純に商品の送り先を変えるだけで、成長著しい国の、市場で販売できるというのがね、アマゾンのメリットです。